アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回は、ガンダムオンライン統合整備計画、5月の23日に大型アップデートが、実装されました。はい、それに伴いちょっといろいろとね変わったみたいなんで、僕が分かりやすくね、みんな文字とか読むの大変だと思うから、僕が分かりやすく本当5分以内にこれまとめて、その機体使って参戦しようかなって、参戦して実際使ってみて分かりやすく説明します。ガンダム、はい、じゃあ分かりやすくね、もうまとめてきたんで、5分以内にまとまるようにしっかりノート5枚分ぐらいまとめてきてるんで、はい、いきまーす。まず大規模バランスの変えたよっていうやつですね。パフォーマンスのなんか一部武器カテゴリーと機体の調整、いつものね調整のやつです。はい、分かりやすい。で何が変わったかっていうと、まあ、この統合整備計画詳細はこちら、ここを押して、もう僕押してるんで、こっちウィンドウ変えればこう出てくるんですけど、まあ僕連邦戦なんで、ジオンはもう一切フル無視でいきます。ジオンとかマジでどうでもいいんで、はい、ジオンやってるやつはマジでどうでもいいんで、ジオンやらないんで僕絶対、はい、僕連邦命、連邦マンジ、連邦マンジなんで、アムロレイなんて僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。汚い手しか使えない、お前はもうパワー負けしている。ちょっとずれちゃったとこだ。ちょっと時間、はい、まず大々的な変更点があります。機体性能の積載量の調整が入りました。ダメージの強化することに、積載を強化することによって得られるダメージ軽減率を増加なんでね、積載量を、ね、上げれば防御力が上がるよっていう話。はい、次、ホバー移動の調整、ダッシュ開始時の速度を増加しブースト消費量を軽減。ホバー移動のモビルスーツはブースト消費量が軽減されますっていうことです。わかりやすい、実にわかりやすい、もうガン音階一、わかりやすい、このエテポンゲの統合整備計画、俺の、はい、まあこれが対象商品ですね。こいつらがまあほとんどなんかこれはなんかジオンが多いかな。うん、まあジオンはちょっと弱いんでね、全体的に雑魚が多いんで、はい、まあこれ使えばいいんじゃないかな。うん、まあ使ったところで所詮本当何なんかに毛が生えた程度みたいな、そんなレベルなんで、はいはい、まあ使えばいいんじゃないか、ジオンの諸君は。はい、続きまして、ジャンプ開始時の、これ違う、はい、何これ、ジャンプ開始時の上昇速度、ジャンプ開始時の上昇速度の増加です。これ対象商品がリックディアスとガンダム6号機。これはだからホバーの中のこれね、ジャンプのやつね、ホバーの中でもだから ディジュとか強化型ジムはこれジャンプ系のやつは適用外ということで、これ注意してくださいね。これこれちゃんと読んでないと、何これ、ジャンプしてる時上昇速度変わってないやん、マジガンオンクソ、ガンオンクソ、もうやめよう、引退するわ、はい、アインストール、はい、スクショ、はい、ツイッター、はい、アインストール、スクショ、ツイッターっていう風に、ね、なると、ほんと、
あの情弱なやつはねそうなるんでね気をつけてくださいね。はいはい、続きましてダッシュ終了時の硬直、これもホバーに関するやつ、これはジオンのみなんでねもう関係ありませんね。画面効果の調整、爆発武器の着弾時に発生する画面揺れなどを緩和、特性効果の調整、電磁波強化システム、ヒートロッド強化について効果時間を短縮、状態異常追撃強化効果、追加、状態異常追撃強化はスタンやスローなどをダメージ上昇する、まあまあ僕これ使わないんでまあどうでもいいですわこれ、はい、どうせ使わないんで僕は、俺が使う、あ、これちゃんと説明、まあ、ですって、はい、そういうことです。シールドブレイクの調整、ガード耐性にも適用される固有モジュール、ガード耐性モジュールアドバンスドオプション、効果ともに調整されます。まあなんかガード耐性とか使ったことないんで、ちょっと使ったことないんで。爆発系武器の調整、爆風ヒット位置により変動するダメージ判定の調整、ダメージと、DP が最大値になる中心判定を若干拡大し、中心部から離れるほどダメージと DP が、あ、これはだからあの爆発系が、今までよりは食らわなくなったよっていう、はい、感じですね。今までよりは、まあ、果たしてね、どれぐらいなのか、ちょっと、後で参戦してね、チェックしますね。はい。はい。ショットガン系武器の、ちょっと、何分今、何分、わあ、ショットガン、これは、なんかよくみんな言ってるやつ、ツイッターで、ブーストダッシュ等の稼働中に攻撃した際、発射後の拡散率が軽減されるように調整。一部ショットガン系武器について、同時発射弾数を増加。まあとにかく動きながら撃ってもちゃんとまとまって飛ぶよって、でなんかまとまって飛ぶよっていうことです。でスロー効果、ネット弾とかネットガンとかの、武器で範囲の大きい武器について効果時間短縮、これもいいですね。これもまあ僕は食らう側なんで、これはありがとうございます。で、砲撃機体が持つ照射ビーム武器の調整、フルアーマーガンダム7号機のハイブビームキャノンや、ガルス K のビームキャノンについて効果範囲を減少、まあ、これちょっと僕持ってないんでちょっとよくわかりません。はい、でここが今回の目玉です。ここね、はい、ニューガンダムブーストダッシュ時に、ブーストダッシュ時の初速、持続時間を延長、連射式ウィンファンネルの追加で、 EX スペリオルガンダム固有モジュールアリスの調整、名称アリス EX スペリオルに変更。まあ僕は知らないです、持ってないですねこれ。はい、なんかまあこれは、まあ、アリスシステムのまあやつですわ。アリスシステム100式、ムーバブルフレームの追加、固有モジュール、武器切り替え時間の軽減、リロード時間の短縮。いいですねこれ。100式はもうね、ショットガン持たしてね、使いますこの後。はい、ショットガンもこれ来てるんでね、ここね。はい、ガンダム5号機出力強化型ジャイアントガトリング系と武器の追加、固有モジュールシールドブレイクの追加、シールドガードゲージに対するダメージが増加する。いいねこれも。5号機がここに来て、まあ5号機は一回もなんか花開いたことないかもないと思うんだけど、なんか調整されたみたいです。で DJ はちょっと
デジェトリックディアスに関しては僕ちょっと金ず売ってしまったんで、やめましょう読むのは。はい。で、まあ、あとはね、まあ、このジオンの、ね、もろもろ、ジオンのなんか、ようわからんやつらが、もろもろとありまして。何、ここら辺もそうなの？マーク5とかもなんか変わった、あ、これはなんかいろいろ数値が、内部的数値が変わったよっていうやつですね。はい！終わり！どうでしょうか？わかりやすく、伝えられたのではないでしょうか？てなわけでね、ちょっと待って、音出すね、ちょっと。てなわけで、はい、本日は、この、何分かかった、ちょっと。10分かかっちゃった。とっとと参戦しようか。はい、本日はこの、ニューガンダム100式、5号機、ダブルゼータ、強化型ダブルゼータガンダム、まあ、この4機で、この強化されたこの4機で出撃します。武装に関しましては、大規模戦でちょっともう10分ぐらい経っちゃったんで、これ以上は30分超えちゃうんで、いきまーす！はい、本日の、戦場、フィールドは北極基地、右側拠点です。BA がないバージョンの、北極基地となっております。あ、今回出撃するこの、強化された統合警備統合整備計画の、4機で出撃しますんで、コストがねちょっと重たいんで、まあもしかしたら CT になるかもしれませんが、まあ CT にはならないんですけど、万が一ね、まあ事故とかでCT になるかもしれないんですけど、まあなんとか頑張ろうかなと思います。まあな、まあめったに僕が CT になることはないんで大丈夫だとは思うんですけども、初動はこの、強化された強化型ダブルゼータガンダムで一気に5、4、2、1までいきます。了解、出撃します。デポンゲリハプティズム、いきまーす。やっぱね、朝方なんでマッチングがマッチがあれですね、召喚マッチですね、これ。なんか全体的に動き遅くなった、もしかして。それは気のせい？それは気のせい？全体的になんか動き遅くなった説。っしゃ、2番いくぞー。うわ、これ全然当たんない。もしかしてこれも調整入ったからかな。調整入ったせいでなんか全然当たんねえや。あっ、これも調整されたせいで全然当たんなくなってるわ。これ弾が、そうか、ちょっと一回引くか。ああ、いっぱいいる。ああ、ありがとうね。いや、ここにいたら死ぬ。ここが正解だ。ここが正解。ここが正解のリペアポット。あれは、あそこで修理されちゃうやつは、外れのリペアポットなんで。こっちが当たりのリペアポット。ゴミポかよ、あれ。ポイチューのリペアポットだな、あれ。帰りますわ、一回ちょっと帰りますわ。回収完了だよ。敵本拠点に接近。やっぱね、ダブルゼーターがね、簡単にやられるわけにはいかないか。
そう簡単にねやられるわけにはいかないんで、味方の士気が下がっちゃうんで、ダブルゼータ1機やられてしまうことについてはジオンの士気も上がってしまうんで、それはちょっとダブルゼータちょっと北極基地向かないんじゃないかな、これちょっと上行くわ。なんかゼロポイントなんやけど、めっちゃ当ててたやんさっき。気象行って、さすがに気象行って、それはきてるやん。順調に任務遂行中です。うどー悪いことしちゃったわね。全くだらしないわね。しっ出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。回復した時間返してくれや。でこれがこれが新しく追加された武装ですね。威力はねなかなかのものなんですけど、威力はな、おやっちゃうぜやっちゃう。まあ威力はなかなかのものなんですけど、これロックオンができないんですよ。ロックオンができなくて、こういう感じですね。まあゲロビだと思って使えばいいんじゃないでしょうか。ゲロビで、これバズーカもちゃんと、これやっぱ調整入ってる？もしかして当たりにくいんだけど、全然当たらないんだけど、これも調整されてんな。これ完全に調整されてんな。なんでそうやってさすぐ狙ってくるん？そんな俺まだ何もしてへんやん。そんなすぐ狙ってこんとってや。あ、これロックオンできました。これロックオンできました。これロックオンできましたわ。これよしよし、あ、いいぞ。めっちゃ攻めてんね。え、これ取られてる。3番取られてるんやん。行くか。いや、ニューガンダムをそんなやすやすと突っ込ませるわけにはいかないな。まだ早い。その時、まだその時じゃないな。近づくやつは全て叩き落とします。道を開けろ。まあ、ジオに関しては100式でも対応するしかないですね。ジオに関してはもう100式がジオ特攻を持ってるんで、もうこのショットガンね、2回当てれば止まるんで、ジオでもさすがに。100式金図持ってたのにな俺。100式もディジュも、ディジュも100式もさ、俺金図も来たのにな。ディックディアスも、ディックディアスも
フルマスしてさ、フルマスしてさ、持ってたの。行って行って行って、わあもう。おっ、ほんといいね。うわあ、強い。あー、やばこれ強いかもしれん、こいつ白色強いかもしれん。もしかしたら百式強いかもしれないわこれ。あ、2番いくぞ。そうやってアホみたいにそうやって歩兵戦やっときゃええわ。ジオンはジオンの大好きな、ジオン軍の大好きな歩兵戦やっとけばいいわ。そうやってで、これこの新しく追加されたこれ2機まで貫通します。このガトリング、このガトリングは2機まで貫通するシステムです。この強化型ジャイアントガトリングマシンガン、これ2機まで貫通するんで。ただ撃つ瞬間こうゲージを貯めて放つタイプのやつなんで、そこだけ注意。ただ2機まで貫通して、この連射速度めっちゃ速いんで。はいはい、そんな当たりませんから。あっ、やった、やってくれ。いやー、バーカバーカ、もう集中狙いか、ムカつく。ありがとうございます。あ、これロックオン上げない方が良かったかもしれない。これまたバーカとか言っちゃった。もうこれまた炎上するわ、こんなん。また炎上するわ、もうバーカとか言ったから。そうやって相手プレイヤーに対して暴言を吐くのはいかがなものかと思われますか。どういう考えでこうやってゲームを配信してらっしゃるのでしょうか。どういうお気持ちでやられてるのでしょうかってまた言われるわ、こんなんしてたら。真面目か。あ、ちょっと5号機もこれいいかもしれない。これ何より連射速度が速い。これまあ、その何だったらこれロックオンいらないかもしれない。あー、これは無理。勝てえよこいつ勝てえよこいつ。せこいわそれ。弱体化せやそれ。かしやろ。わ、いつの間に、いつぞや。まあ、ここを引き立てるにはやっぱりあの3番にもその相手を引きつけるその役目。逃げるなよ。そうやってすぐ引っ込みやがって。それはさすがの相手ポンゲでもそれは対応できるよ。それはけどちょっと待って、これあんまり早く死にすぎるとこれマジで CT になるからな。おいおい、抜けてる、一人抜けてる。大丈夫かな。行くか、行くか、行くか。
いやダメだ、ここはいけない。いやけど3番を取ったらもう勝ち確、勝ち確。俺はいける、俺はいける子。いける子、俺はいける子。全勝したな、うん、全勝した。あまあまあ30秒はもうこれは30秒は CG のうちには入りませんね。これはこれはこれけどゲージそんなに差はついてないってことは、まあ、結構押してるにもかかわらず KD ではそれなりにやられているということですね。けど今のところちょっとニューガンダム100式、ガンダム5号機3つ使ってみましたが、まあどれもいいですね、いい感じですね今のところ。であとはやっぱホバーとか、ホバーまあ相手がね、相手方にホバー機体があの要件おりますんで、まあそいつらがどれぐらいのね、まあもともと弱かったんですけどどれぐらいの強さになったのかっていうのと、んでその爆風に関するところですよね。今戦ってみて、レレ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 レ、よし、まあ確かになんかそんなに効かなくなったような気はする。じゃあギュネイはもうあいつやばいな、ちょっとマジでギュネイやばいわ。ギュネイよ、ギュネイちょっと異常すぎるわ。異常だわ。あれ数値化したら多分アーマー4万ぐらいあると思うわ。4万で収まるかどうか、多分あれあの状態で数値化したら多分4万はあるわ。4万、間違いなく。やめてやめて、引こう引こうぜ、一回回復しよう。はい、支援班、支援班、ありがとうございます。遠くからチクチクと、あ、ギュネイ来たぞ。逃がすか、逃がすか、来いよ、うれうれ、おい来いよ、ビビってんか、ビビってんのか、来いや。そうやってあのなんかガードしながら飛んで、そうやってギュネイ殻にこもって、殻にこもる、殻にこもる、ギュネイ殻にこもるだわ。そんなのシェルダーみたいなやつだな、パルシェンみたいな、ポケモンでいうところのパルシェンみたいな、殻にこもったり、トランセルみたいな、トランセルっていうはもう今後あいつのことはトランセル、トランセルだわ、あんなやつは。あ、これ、トツいける、トツいける、俺はいける。いける！
る野郎。火力がちげえんだ。火力がちげえんだ。そんなふうにガード重視のモビルスーツに乗りまして、ちょっと撃ったらちょっと下がりまして、火力がちげえんですわ。はい、ナイス。これすぐ弾なくなるね、これ。これ近距離でババババってやった方がいいかもしれんな。で、持ち替え速度みたいなのはほぼないんで、ほぼないんで。やばい。あー、ショットガン強いな。ショットガン強いな、やっぱりショットガン強いな。1分しかないな、これ。よし、あ、行く。百式で1分あれば、あの拠点 Y 行きます。 Y 行きます。1分。やっぱ格闘入れとこうかな。もうギュネイムカつくし、トランセルちょっとムカつくしな。格闘入れとこうかな。おい、勝負や、勝負せ。あ、もう10秒しかないわ。もう、はいはい、なんかいい感じだね。あの拠点殴っただけはあるね。今日は拠点叩いただけはあるな。この何、この大将ね、大将中将少佐、大将少佐、中将順将、大将少佐、大佐順将、大佐順将、大将長将、はい、ここに入り込む。盛んで1位、多分これ盛んの中で1番。盛んの王になりつつあるかもしれない。これ一番殴ってる。あれだ、拠点意識がちょっと足りないんじゃないか。やっぱジオンの民は歩兵戦が大好きだから、歩兵戦が、拠点意識がちょっと足りなかったんじゃないか。アドバイスしてあげるわ。アドバイス、これ拠点壊すゲームだから、これ拠点をいかに。まだあんま言ったら、まだあんま言ったら、はいはい、イテポンゲさん、イテポンゲ、お前が言う、ま、そうやって相手を煽るのはいかがなものかと思われますが、どうお考えでしょうか。どういう気持ちで実況プレイ動画、ゲームを
こうやって公の場の配信動画とかでとかいうやつが来るからもうやめとこう。はいはい、では今回はこの新しく統合整備計画により、パワーアップしたニューガンダムの、連射式フィンファンネル、そしてショットガンの中弾率などが上がった100式、そして新しく追加された出力強化型ジャイアントガトリング 2機まで貫通するシステムのやつと、強化型ダブルゼータガンダムでした。もうどれもね、良かったと思う。普通にシンプルによ今回は良かったです。はいはい、まあちょっと次回以降もね、いろいろとこの統合整備計画の関していろいろとやっていこうと思います。本当ね、分かりやすく説明するのは本当僕ぐらいの、やっぱ僕ぐらいの語彙力がないと人に説明するっていうのは難しいことなので、はい、僕ぐらいの語彙力があってギリかな。まあ、ちょっとずつね説明加えてねやっていこうと思います。はい、めっちゃ長くなったな今日多分45。はい、ではご視聴ありがとうございました。